こんばんは、みーちゃんです。今日は第何弾かな、4弾のコンビニシリーズをしたいと思います。今日はセブンイレブンとファミリーマートとローソンの食べ比べ、唐揚げの食べ比べをしたいなぁと思います。このローソンの今日お昼買ってきたんですけど、黄金生姜味、唐揚げくんの黄金生姜味、本当は九州限定で明太マヨチーズっていうのがあったんですけど、今はちょっとなくなってたっぽくて、今日はなんか唐揚げくんの中でも珍しいやつを買ってきました。でもお昼に買ったんでちょっとしなしななってるんですけど、で次はファミリーマート、今なんか期間限定でこんな感じで袋に入ってもらえるらしいんですけど、なんかファミリーマートのクリスピーチキンと、そのなんかバンズに挟んで食べたら美味しいらしくて、ちょっと食べようかなって思います。揚げを、なんかバンズに挟んだことないけど、なんかね、売ってあるらしいですね、ファミリーマートに。バンズとそのクリスピーチキンを挟んだら美味しいらしいんで、ちょっと挟みます。あ、でもこれに、こんな感じ？食べたことない、あられる方も多分いっぱいいると思うんですけど、私初めてです。うん、美味しい。なんかケンタッキーフライドチキンに近い感じの味がします。で、ファミリーマートでなんかこの限定商品を見つけたので飲みたいと思います。これなんだろう、どういう味するのかわかんないけど、ちょっと飲んでみます。あ、匂いは普通のビール。それでは皆さん乾杯。で、私今日も4本目ぐらいなんですけど、ちょっとほろ酔い気分。うん、どんな味？ちょっとなんか花の香り、なんか花っぽい、ちょっと苦めのビールですね。なんか花、でもこれもね、限定販売、限定って書いてあったんで、なんか店員さんに聞いておすすめだったんで、ちょっと買ってきたんですけど、うん、そうね、ちょっと、まあちょっと辛い感じのちょっと花っぽい味ですかね。はい。で、次は、じゃーん、セブンイレブンの定番の、生チキではなく、何だったっけ。なんかこう、ニンニク、焦がしニンニク、味みたいな。なんか、ファミチキじゃない。生チキとはちょっと違ったんで、ちょっと珍しいので買ってきました。なんか焦がしニンニク、ニンニクの味みたいな感じ。まさにニンニク。ニンニクの味が、ニンニクが強い。これ、じゃーん。セブン限定のレモンサワー買ってきました。なんかレモンサワーって、あんまり飲んだことないんですけど、なんか美味しそうやし、セブンの、感じでちょっと飲んでみようかなと思います。
あ、色は透明。あ、匂いはレモン。レモンサワー。こんな感じ。うん、美味しい。普通に飲める。美味しい。たまになんか居酒屋とか行った時はちょっと頼んだりするんですけど、家ではほとんどもうビールオンリーなんですけど、うん、美味しい。で、忘れてました、ローソンの唐揚げくん。これは今度はね、生姜味。あんまなんか唐揚げでね、なんかこう食べ比べとかしたことないんですけど、なんかいいですね。まあ普通のなんか感じで、うんうん、生姜と醤油だ。うん、生姜と醤油、おいしい。ちょっと苦味がある。おいしい。なんか本当は九州限定のね、なんか商品とかがあれば、それを出してちょっと紹介したりしたかったんですけど、今回セブンもファミマもローソンも一応店員さんにも聞いて確認もしてもらったんですけど、今のところ九州限定っていうのがないらしくて、そうですね。で、ローソンの、まあ、ビールとかもちょっと限定品とかローソンオリジナルがちょっとなくてですね、本当は全部揃えてちょっと飲み比べもしたかったんですけど、なんかなかったので。あ、でもなんか今のところファミリーマートのこのハンバーガーが一番なんか新しい。で、なんかハンバーガーバンズに挟めたんですけど、これがなんかビールにも合います。ビール飲めちゃう。あ、でも苦味が欲しい人はこのビールがいいかもしれない。レモンサワーも悪酔いするかな私うん、おいしい。全部おいしい。まあ結構私も今飲んでるんですけど、毎回ですけど、まあちょっと早いです今日は。時間がちょうど8時ちょうど1時ぐらいですね。今日はちょっと飲み始めもちょっと家で飲み始めて早かったんですよね。6時過ぎぐらいからも飲んでますね。毎日動画公開しますので、応援の方よろしくお願いします。まあ、これからまだまだ飲みます。じゃあ、また、なんかシリーズが、なんか、おすすめがあったら教えてください。こんなシリーズしてほしいなとか、あれば、ぜひぜひ教えてください。じゃあ、バイバーイ。